あ、ちょっと待って。デジカメ止まってるし。くっそー。はは。もう一回行くか。ちょっと、強いな。面飛ばす面、まあいいか。はい。もう一回やります。マジかよ。はぁ。悩んでも仕方ない。よし、録画返し。ダメだ。最終回にならへんわ、これ。悩んでも仕方ない。まあ、そんな、あ、ここはまだまだ。そんな時もあるさ、明日は違うさ。あ、今も応援してる。せめて、せめて一つぐらいはクリアせなあかんよな。ちょっともう、ため打ち？ため打ちは本当にダメージがでかいっていうのが分かった。分かった、分かってることや。ため打ちは僕のダメージがでかい。だから、もう右腕が結構限界に来てる。次で決めるぞ。このアーマールバージでこれ貯めるのもしんどい。で、ここは、しんどくないから、ジャンプボタンを、じゃあバスターを出さなくていいから。はぁ、回復ゾーンとして。あぁ。小学校の時の自分より下手くそや。ダッシュジャンプを追いそれとできないのが辛いのかな。うん。もうそういう分析は一通り終わってんね。分析はで、あとはもうやるだけやけど、こう体がついてってない。お、コスタ。よし。コスタって別に喜ぶほどのことでもないんだよ、ここは。なんなら回復アイテム一個出てこない可能性があるから。何もいいことがない。よし。もうサブタンク全部満タンとかにしてた方がいいんかな、ここで。昔した記憶があるな、なんか。ここでさ、ダメージ食らわしたら笑ってくる、こいつで、ずーっと、この、バリア張りながら、ライフアップを集め続けるみたいな作業をした記憶があるわ、この辺。この最初ら辺で。あいつ画面スクロールしたら、もう一回出てくるんでね。贅沢に、あー。ああ、いらんダメージ。くそー。ほいで、あいつも倒せ。ああ、倒せなかった。くそー。こんなところで。よし、やっつけろ。よーし、よし、よし。なんでもいいわ。なんでもよくはないか。これ、ババを倒してるよな。中ボスはどうなんやろ。誰倒したっけ？ブーメルクワンが。クワガタもやっつけといてくれると助かる。ゼロ出てくんね。よしよし。ゼロ出てきたらまだあいつをやっつけてないってことになるんで。嘘やろ。こんなってことでもないか。一応ラストダンジョンやもんな。ラストダンジョンに近いところやから。それなりに難しくても別に、バチは当たらんというか。こいつなんかもっとサクッと倒せへんのかな。いや、十分サクッと倒してるのかもしれんけど。ああ、もういい。よいしょ。ハンマー持ちだけしっかり倒していこう。しっかり倒したね。ああ、来てしまった、ここか。はあ。ちょっと、ほんま申し訳ないけど、ここだけは普通にというか、普通のコントローラーでいこう。うっそ。ほら、いけ。ゴー。いけ。よいしょ。よし、もういい。このダメージは、罰ゲームだと思って受けましょう。あれ使ってないし。よし。ここで、はい。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40。こんぐらいで許してくれ。ちょっと、右手は、限界や。嘘やろ、またいるんか。よし。お前。なんだこの戦いは。ああ、ダメージがでかい。くそ。ちゃんと逃げよう。ちゃんと逃げて、ちゃんと倒そう。ちゃんとっていうかまあ、逃げる動作はちゃんとしよう。ご利用し禁止。よし。なんか掴まれたけど、いけたな。掴まれたけど、壁の向こうに行ったミサイルは持ってこない。掴まれても、ミサイルが当たると話してくれる。よし。外が気になる。まだ暗いわ。
4時半。まだ暗かった。よーし。こっから何やったっけ？すぐボスやったっけ？メットオール地帯か。よーし、2匹倒した。成長しておる。成長しておるぞ。成長しておるぞーって大木戸博士みたいな、口調になってしまった。よーし。ここはもしかして、あー、こいつも来るんか。波状攻撃。そう。いけいけ、ゴー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 。こいつ撃ってほしいわ。この笑うのがもう何回も言うけど、すごく撃ってほしい。舐めやがって。くっそ。くっそ。あ、ここ、ここ、ここや、ここ、ここで、なんか、いろいろ回復アイテムを集めた気がする。やっていい、ちょっと。もうね、いい加減倒したいから。このメットルだけ、しっかり倒しといて。あとは、ここでね、これよ、これ。あ、幼き日の記憶が蘇る。やった、やった、これ。幼き日の記憶が今蘇る。やりますね、これ。ああ、もうね。ちょっとヌルゲーとかしてしまうけど、さすがに。さすがに体力全開を。3回やると。メットル、よし。なんか4回か。4回も体力全開する。つまり、ライフゲージが4倍あると。さすがにもう、負けないと思うけど。あんまやりすぎるとあれか。ワンアップもしてしまった。もう行こうか、さすがに。どんぐらいだもんな。行こうか。さっきと一緒やん、それやったら負けるで。2個ためよう、2個。もう、なんつうやろ。あ、やばい。よし。何やったっけ。ちょっと、逃げ腰が過ぎる気もするけど。もう、あれもしないし。握力も鍛えられないし。あ、金。くそ。くそ。こう、メットル。メットル。こいっと。よし。はぁ。メットル強いな。この布陣が一番いいな。ここ、あ、ここ、これいいわ、これ。メットル来な、メットル来な、メットル来な、メットル君と話がややこしくなってくる。よしよしよし。メットル来ると話がややこしくなる。まあ、でか、弾はかき消してくれるし、ここやな。ここが一番いいゾーンやな。はぁ。握力も鍛えられないってのに。お、2個溜まったこと今。2個溜まった音したね。そろそろ行こうか。そろそろ行こうか。よし、そろそろ行こう。もう行こう。もういい加減行こう。もうちょっと回復しすぎやろって。ちょっとビビりすぎやろって言われちゃう。ああ、ちょっと最低なことになった。くっそー。よーし。ああ、これはいけれろ。何個溜まった？ 2.5 個ぐらい溜まった。2.5 個ぐらい。よーし、3個溜まってる。勝てる。こんなんで買って嬉しいのかって言われちゃいそうやけど。まあまあまあ、縛りはこれだけで十分でしょ。縛り内容は、こっち来る。あくまでも握力コントローラーであること。だから、まあそこは、この、なんつやろ、武器をうんぬんするっていうのは、来てしまった。ちゃんと読もう。こっち来る。よし。本気で行こう。こっち来る。よし。こっち来るっていう、こっちが右のこと言ってんのか、左のこと言ってんのか、ちょっとわかんないと思うけど、そこは許してくれ。あ、こっち来る。よし。こっちっていうのは、ヒアっていう意味じゃないね。右か左かっていうのを読んでるだけやから。よいしょ。よし。必死と、頭も必死でフル回転でいこう。体も頭も。そういうね、頭脳も体も鍛えられる実況となっております。鍛えられてないね。ちょっと早くなるともう無理や。よし、ラッキーチャンス。よし。こっち来る。よーし。右とか左とか言った方が僕がちゃんと読んでるということが伝わると思う。左来る。よーし。ね、コグモンをちゃんと倒そう。倒せない、倒せない、倒せないよ。倒しながら読むのは無理。あー、倒した。サブタンク使うときだ。あー、すさまじい時間になってる。もう30分くらいやってる。マジか。デジカメの録画時間なくなるまでは、あ、録画時間はあるけど、電池がなくなるね。もう一個いける？
デジカメなくなるとちょっと、さすがに何のことやらわからへんけど、もう一個行こうか。デジカメ頼むぞ。ちゃんと充電しといてよかった。まさかこんな苦戦すると思ってなかった。苦戦しますよね。これさ、よく考えたらさ、ちょっと待って。あれよ。何やったっけ。死んだらさ、サブタンクなくなるやん。マジかよ。今のコウモリ地帯で次から貯めていこうか。こんなことしてるからさ。デジカメの電池なくなんねんて、もうほんま。くっさ。結局こいつに頼りっぱなしよ。あ、もう鳥。しばらくは、どうやったっけ、もうここになると、もう記憶がほんまにないわ。さっきの雲のステージはそこそこ覚えてたけど、ここはもう、ほんと、失われし記憶。ああ、もう、こいつ。ああ、なんやったっけ、ここ。またダッシュジャンプやったっけ。ダッシュジャンプいらない?普通にジャンプでいくで。普通にジャンプでいけそう。よしよし。まず一回、あいつの、回転のこぎりを、あれ、こうへんな。よし。お、早速ボスか。誰や?誰やったっけな?捕まるとこあるとか、IC ペンギン行こうか。こいつは、もうあえて、こいつは一番弱いはずやのに、この縛りで一番苦戦してしまったんで、ちゃんとダメージ武器、弱点武器使っていこうか。なんてことでしょう。こんなことがあっていいのか。マジか。ああ、くそ。油断してしまった。さよなら。はめ殺してしまった。まあ、ええやろ。うん。ちゃんと IC ペンギーコには、氷には気が利くということを。ね。あ、ちょっと待って、これはあかん。あかん。お前、それはあかんやろ。それはちょっとルール違反よ。X がライダーマン乗った状態で行くと、あいつも乗ってるんですけど、最初から。乗らない状態で行くと、最初乗ってないんですよ。だから、こう奪えると。ライダーマンとはいえ、この縛りやと、危険やから、ライダーマンやっつけられると、結構まずいから、もうザクザク。しっかり行くぞ。このライダーマンが、倒すときの音いいですよね。キュイーンっていうやつ。これかっこいいよね。あー、マジか。出すぎ。ちょっとそろそろこっちのライダーマンもまずい。こいつを、よし。あー、爆発する。あー、ギリギリやった。こんなにギリギリになるとは。測ったかのようにギリギリ。あー、なにこれ、どっちが楽かっていう話か。こっちが楽。あー、あいつ、弾が貫通していける。よし。ゴリ押しやけど。まあ、いいやろ。これは?この空の感じはストームイグリド来るな。きっと。ストームイグリド何やったっけ?何が効くんや。まともに戦ったことがないから覚えてないぞ。まともにというか。まあ、いいわ。バスターでいけるやろ。意外と楽やったし。デジカメの電池はまだギリギリある。こいつが大変なのは、この2回、十字ボタン2回で、ダッシュしないといけないところが大変。あとこの、よしよし。あとね、前戦った時は、コントローラーの操作にまだ、くっそ。慣れてなかったけど。ちょっと、あー。ここは、ちょっと、あー、待て。ちょっと、疲労が来てるな。疲労が来てる。右手にも疲労が来てる。ダッシュを2回連続でちょんちょんってやるダッシュでしてるから、普段というか、くっそ、こっちが。ああ、まずい。こっちがあれを解除したときに、溜めを解除したときに、降りてきやがって。許さん。ここでもね、多分ね、うまく当てれるんですけど、くっそ。ちょっと、うわあ、ダメだ。今の僕には、とても当てれない。卵か。くっそ、よいしょ。来いよ。チャンス、ラッキー、チャンス。ああ、
卵、卵、卵。よいしょ。くっそ。ラッキーチャンス、ラッキーチャンス。あ、なんか、右手が、限界が来てる。ちょっと待って。くっそ。なんか、もう、ちょっと、やばいやばい。痛い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 。デジカメは、電池がもう黄色になって長いな。そろそろあかんなって、マジでもう一瞬で消えるようになってしまう。この面のボスまでは行きたいけど、この面のボスまでは倒したい。そのためには、お前をなるだけ、サクッと倒さなあかん。あかんかん。こんな、あとちょっとやのに、あとちょっとやのに。終われ、終われ終われ。よし。やばいやばい、声も小さくなるし。震えが来てる。久しぶりや、この感じ。この震えが来る感じ。10キロを1000回超えると、次の犬にダメージが残るっていうのは前回で知ってるんで、まあ、1000回超えてるね。次の日ダメージが残るね。明日の仕事が楽しみだぜ。楽しみだぜ。くっそー。よーし。こいつ、もう、なんかいい感じのやつ、いい感じのやつ。これやろう。よし。耐久力高いね。よいしょ。あ、もう、しんどい。しんどいしんどい。しんどい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 。うわ。よし、いいぞ。何？くっそ。ミサイルが、ミサイルが。くっそ、翻弄されてる。ミサイルが翻弄されてる。仮にも、ボスの特殊武器なのに。くっそー。くっそー。作中最弱のこいつにまで。よいしょ。よし。あー、デジカメの電池切れた。厄介なことになったぞ、これは。デジカメの電池が切れると握ってるかどうかわかんない、俺が。ちょっと最後の力振り絞ってくれへんか。ダメだ。デジカメの充電するためにはスーファミの、あれ抜かなあかんのか。あー。なんかないか、カメラ。カメラカメラカメラ。ちょっと待ってね。ウェブカメラでなんとかならんかな。くっそー。ウェブカメラ。ウェブカメラを持ってるけど、どこ行った？あったあった。ウェブカメラを。ウェブカメラつないででもどうするんや。パソコンの録画機能は今もフルで使ってんねんけどな。くっそー。これ何やったっけ。USB これ取って、どれがいいんやろ。これでいけるか。捨てる捨てる。よし。これを、こうして、ちょっと画質がすごく悪くなるけど、キャプチャー、スタートキャプチャー。はい。大丈夫かな？容量とか。よし、行くぞ。ほい。くっそー。しまった。いらんことをしてしまった。あとどんぐらい？これそもそもパソコンの容量とか大丈夫かな。ボス来た、ボス来た、ボス来たね。この面のボス来たね。よしよし、何やったっけ、こいつ。何聞くんやったっけ。カメレオン聞いた気がする。俺のうっすらした小学生の頃の記憶。カメレオン、カメレオン、カメレオン。よし。あー。これこれ、目に当てる。目に当てる、あー。くそ。あー、これ、鼻がブンブンするやつや。この時鼻もいけるんやったっけ。あかんあかんあかん。攻撃してるときは、攻撃してるパーツにはダメージが通ると。よし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 。よしよしよし。よし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 。なんか大したことないな。ここの、鼻を。ああ、鼻食らわすの大変や。目でいこう。あ、目、そうか。目壊したらこれ最後鼻。鼻だけモードになるんか。くそ。これはまずい。あー、これ鼻だけ来たね。
ちょっと待て、どうしたらいい、どうしたらいい、回復したい、よし、スタート、よし、両手が飛び出てしまった。蹴散らず行くと思うな。よし、んで、ここで武器も変えていこう。どれが頼りになる、こういう時頼りになるのはどれや、頼りになるのは、こいつの、ため打ちや。よし。頼りになるのは、こいつのため打ち。縦方向に動いていくら。ほら、よし、入った。頼りになるのは、よし。よし、やけど、すごい時間かかる、これ。カメレオンで行きたいけど。しんどい。よし、あと一発。普通に行こう。よいしょ。よーし。もうえげつなかった。今回はえげつなかった。どうしよう。次回普通のコントローラーで、ここまで進めるか。で、続きやろう。ちょっと、今日はこれ以上は、厳しいのか？もうちょっといけるんか？これは。どうしよう。ちょっとね。あ、外明るなってるわ。下手したら子供が起きる可能性がある時間になってきてるんで。残念ながら最終回ならずか。次回やな。うん。はい。しまい。さよなら。